のぞみでーす。ひろみでーす。ひろきでーす。今日3人です。そうです、弟です。のんちゃんの弟です。弟が石垣島まで来たんですけど、うん、今離島ターミナルにいます、はい、うん、で今日はまあ、ランチ食べようかなということで、で今日は、はい、関手、関手、関手行ったことあります？ひろみさん行ったことない。アグー豚が食べれるところですよね。はい、はい、アグー豚してる？沖縄県産のね。してるよ。そう、今いろんな諸事情があって、昨日俺アグー豚食えなかったから、うん、昼ランチ食いたいなと思って、はい、はい、諸事情でポテト3本しか食べれません。あ、そうですか。そう、はい、何も食べてないからね。はい、まあまあ、そうですよ、うん、まあまあいいですよ別にね、はい、ということで、離島タ裏ですかね、今裏離島ターミナルか、こういう感じで、そう、なんて言ったらいいの、目の前がのホテルイーストチャイナシーです。そうね、でこういう感じ、730の裏通りですね。730の裏ぐらいかな、うん、はい、離島ターミナルから、そう、今歩いてきたとこぐらいよね。もう目の前関手見えてるんですよ。行きましょうか。はい、走らんでいいか、こけるよ。海落ちるで、はい、海落ち、いやいや、はいじゃないですよ。まだ撮ってるんですよ。あ、ってるんすか。何終わろうとしてるんですか。びっくりするわ。まだですよ。いつもすぐね、はい、はい、ハッカットの、はいじゃないです。関手です。来ました、来ました。初めてです。はい、横断歩道、はい、ウェテリメシュー、はい、なんか雨降りそうやな。そう、もう雷がね、そう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 、ゴロゴロ鳴ってましてね。もう雷はどっか行ったかな。行きましたかね。ね、そう、混んでますか ね、 ちょっとお昼時なんでね、表からも入れそうに一見見えるんですけど、はい、あ、そうなんですね、はい、あ、表っていうかその、うん、大通りから、はい、はい、けど実際にはこの裏側が、裏側が、裏の通りが730のね、はい、裏の通りが入り口でございます。これ満天アグーって書いてますよ、これ。はあ、何にしよう。何があるんですかね。なんかね、しゃぶしゃぶが有名だそうです。満天アグーしゃぶしゃぶ御膳、うん、2500万円です。あ、でも私串、あ、カツもいいか、カツ、うそ、何しよっかな。もう全部豚肉ですよ、豚肉料理屋さん。そうですよね。アグーカツも、鉄板もうまそう。生姜焼きもうまそうだな、これ。2時半まで、はい、2時半まで、11時から2時半、2時ラストオーダーでランチが。全然大丈夫です、ね、はい、ということで今日は満天アグー関手さん紹介したいと思います。いっぱい食べるんでしょうね。もちろんです。おかわりできるかな。ガッツリのです。いくぞ。じゃあ撮影もなんか、はい、撮影 OK いただきました。いきましょう、はい、おじゃべちです。おじゃですって言うんやね、ひで、はい、お願いします。はい、検温中、反応しません。あれ、手首、手首とかでも、おー、はい、ひでちゃん、あ、手首の方が早いね、うん、はい、 ありがとうございます。あ、すごい広い、あ、どうぞ。あ、広い広い、あ、テーブル席、はい、こちらがカウンター席になってますね。じゃあ行きましょう。へ、あ、じゃあこっちにしましょうか。はい、あ、ありがとうございます、はい、すいません。すごいゆったりめな4人のテーブル席ですね。あ、そうですね、広いね、はい、うん、いいんじゃないですか。ほんとだ、ちょっとイメージとちゃうかったね。なんか、うん、食堂みたいなイメージかなと思った。あ、ほんと、はい、すごい開放的なキッチンが、カウンター席があって、お座敷とかあるのかな。お座敷とかはないのか。お座敷とかは、ね、後で店内を探検してみましょうね。探検ですって。じゃあ決まりました、皆さん、はい、なんかね、今日見てください、これ、数量限定希少部位の満天アグーヒレカツ御膳。すぐ決めました。はい、ヒデと即決で、はい、で、僕がヒロミちゃんはこっちですね、はい、アグーしゃぶしゃぶ、のんちゃんはしゃぶしゃぶいきます。はい、しゃぶしゃぶいきましょう。じゃあピンポン、お願いします。何
飲み物、飲み物、飲み物、うん、こっちは100円だって。100円、うん、安い。私3ピン茶がいい。あ、3ピン茶、僕も3ピン茶。でも今日はうっちんちゃんにしよう。あ、そうだ、うん、ちょっと飲み飲んだというか、これを2つ、切れ角を2つで、はいはい、とあとはしゃぶしゃぶ御膳を1つです。はい、ドリンクが、はい、うっちん茶と、ピンチャと、3ピンチャと、ピンチャとパイナップルジュース。パイナップルジュース、パイナップルジュースとかある、はい、以上でよかった。はい、お願いいたします。さあ、これしゃぶしゃぶのお出汁ですね。お出汁が昆布と、はい、トビウオですね。トビウオ、うん、あら、これ美味しいよね。美味しそう。さあ、来ました。希少部位の、希少部位、ヒレカツ、希少部位のヒレカツ、はい、めちゃくちゃ豪華じゃないですか。すごいですね。1800円でサラダもついて、ね、茶碗蒸しも。これ何、何これ、匂っ何これ、あ、なんかそうですね、でも、そうなんですね、お味噌汁もついてる、うんうん、でポテトサラダとか、はい、あ、そうなのかな、うん、あとゴーヤの漬物とかもある。ゴーヤの漬物とかね、うん、あります。ですね、これなんだろうね。うまそう。どうぞどうぞ、いただきましょう。はい、お食べくださいませ。おソースはこれか。そうだね、はい、これをちょんちょんする感じ、はい、お好みで。 OK、ご飯は、はい、お味噌汁も、うん、おかわり自由だって。おかわり自由ですって。よかったですね、はい、行きましょうか。じゃあちょっと皆さん食べね、はい、一回食べてみて、一回食べます。で、僕も来たんですよ、ほらこれ。そうそうそう、あ、もうグツグツしてるんじゃない。これアク取った方がいいですかね。アク取る、アク取ってあげる。じゃあ僕自分でできる。いやいや、アク取りぐらいできる。それ、じゃあどうぞ。え、違う、ネットみたいなのないんだ。あれしかないね。ちょっとアク取ります。はい、いいですか。はい、どうぞ。はい、しゃぶしゃぶ、お野菜もすごいいっぱい来たね、のんちゃん。お野菜も来て、ね、しゃぶしゃぶね、これ、ポン酢とだしがあるんですよ、はい、でポン酢は濃いめなので、うん、先にお出汁の方から食べてくださいって言ってたね、はい、うん、じゃあ1枚だけしゃぶしゃぶしていいですか。あ、どうぞどうぞ、はい、これどうするんだろう。何それ。これ薬味ですね。薬味は、そうだろうね。どうなの、赤いの何。あ、人参のやつだね。ああ、うんうんうん、まあ、いいか、これのまま、まずはね、はい、まずはね、アグー豚しゃぶしゃぶいきましょうか。はい、このままいっていいですか。どうぞ。ちょっと待って。しゃぶしゃぶ豚なのでしっかりね、はい、ポン酢からいくのか。いやいや、ポン酢からいかへんよ。それとも何もつけずにいくのか。いやいやいや、まずはタビンゴの出汁しかせえへん。いや、分からんよ。あ、そっか、豚の本来の甘みがね、感じれるかもよ。 OK ですか。あ、甘いと思いますよ。はい、ではしゃぶしゃぶの出汁からいただきます。いただきます、はい、美味しい。意外お願いいたします。顔高いな、これ。出汁があっさりしてて美味しいですね。アグー豚もいい感じですよ。いい感じ、いい感じですよ。ちょっと米食ってる。あー、ほんと米食ってる、米食ってる、うん、確かに多分ポン酢濃いじゃないですか、うん、で、こっちの出汁本当にあっさり系なんで。あ、お出汁のね、はい、店員さんの言う通り、うん、ポン酢から食うと多分味がしなくなると思うんですね。いいね、こんなにいっぱいね。ヒレカツですよ、ヒレカツ、はい、希少部位だぜ、はい、私はこれね、お出汁もついてるの。そう、お出汁もついてる。僕はもう豚にソースから。ソースから、はい、いきます。じゃあヒレカツ、うん、
しめてます、うん、なんか一口でいけたから柔らかそうだね。このサクサク中はジューシー、美味しい、柔らかい、柔らかい、うん。で、清美さんがおだし、おだしですか、美味しい、うん、ほら、歯でクイッてするってもう、うん、あ、なるほど、柔らかいね、うまい、うん、数量限定の価値あるね、ね、なんかさ、ヒレカツだから脂身が少なめ、はい、何が少なめですか、脂身が、脂身が少なめでね、うん、はい、うんうんうん、あ、なんかね、噛めば噛むほど旨味みたいなのが出てくる、美味しいね、これ、あ、米あ、米な、米絶対おかわりする、これヒロミさんの顔からも旨味が出てきてる大丈夫、ここら辺からかな、ソース、次、おソースいきます、おソース、ね、おソース、おソースをね、ちょんちょんさせていただきます、ちょんちょん、聞こえたかな、ねえ、いや、いいからいいから、拾うから拾ってるかな、うん、すごい、そう、今、すごい、今マイク持ったらなんかこそこそって言ってるから、あ、ごめんなさい、あ、米あ、米な、あと米な、わかる、自由やからさ、ヒレカツの香りはいいんですかね、ヒレカツの香りはあかんやちょっと実は言ってみる、俺いや、俺今日800円しか持ってきて、おっと、毎日下がった、では、はい、お出汁の方で、出汁でな、うん、出汁で、うん、あ、ソース全然ちゃいますね、ちゃう、全然ちゃう、うん、おこのお出汁が、うん、うどんとかうどん、お蕎麦とかにも、はいはいはい、つけて食べれる感じの味がするんで、そういう系の出汁だね、うん、沖縄蕎麦みたいなのに入れてもあるのがうまいんじゃないかな、牛麺とかでも、あ、いいね、すげえ美味しいと思う、これ、うん、やべえな、俺より食レポうまいな、いや、美味しいから、俺より食レポうまいからおとなしく食べよう、今から、ね、じゃあ、はい、大阪の餃子で、大阪何ですかって言われたらね、言ったことないんですから、いやいや、っていうか、あ、何したこれ、ご飯3個おかわりした、おかわりですよ、おかわり、ご飯、はい、3人とも、3人とも、はい、おかわりですよ、今日は、今日はあれやね、意見がありました、私だけじゃないです、食べる、食べますよし、いやえ、なんでそれ私の、なんでどうした、兄弟で、今日は、今日は兄弟で、今日は横綱取られました、横綱までは行かへんけど、そうね、小結びぐらいで今日行こうかな、小結びぐらいで行こうかな、そんなことどうでもいい、あ、そうでした、どうでした、アグーは、うまかったね、うまかった、マジうまかった、美味しかったですよね、やっぱなんか、あと店内、しゃぶしゃぶ食べたい、しゃぶしゃぶね、今から行く、ね、全然入る、半分入ります、まだ同じ時間行けるし、今日みんなおかわりしたやん、ただほら、茶碗がちょっと小ぶりだったから、そうよ、あれもう5杯ぐらい行けた、私ちっちゃく見えてるだけだもん、あ、そうそうそう、そうだね、うん、いやけどほらおかわり自由だから、ね、そうね、あえてこうせなくても、うん、もう3回って言えない感じですよ ね、うん、窓店内も結構、どうでした、雰囲気良かったんじゃないですか、広いしね、はい、なんか意外とちょっと僕想像してたの違う、ゆっくり座れる感じで、はい、うん、4名でも、あとあの表から入れるね、ね、多分基本は 裏がメインの入り口ですね、うん、はい、でもこっちのこの裏通りの方も入れました、うんうん、裏通り、はい、入れなかったような気が、いや、730の通りでいうと表通りだけど、それの裏の通りが入り口です、はい、だけどこのその表の通りのもうごちゃごちゃだっていうか730側からも入れますっていうこと、うん、まあ両方入れるということですよ、そうだったね、はい、ということで、そうだね、はい、今回は席亭でちょっとリッチにアグーのお料理いただきましたということで、美味しかったです、はい、まあ、いいかったね、じゃあ次行こうか、うん、そうですね、次あれですね、なんで急に元気なの、次どっか食べに行こうか、うん、あれでございます、あれでございます、アグの次はね、アグの次あれです、アグの次はもうあれ、あれ、まあ何か分かりませんけどということで今回は以上となりますのでありがとうございました、はい、ではまたねー、バイバイ。